残すはセミファイナルとメインイベント、この2試合の勝者です。 K1 初の女子タイトル、激闘のトーナメントを制し、 K1 ワールドグランプリ初代女子フライ級王者になりました、カナ選手の登場です。センターのムービーカメラに視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。それではカナ選手、昨日の、トーナメント全体から振り返ってください。はい、昨日はたくさんの応援ありがとうございました。本当に昨日のトーナメント、外国人選手4人 の、 自分以外の3人のおかげで本当に価値のあるトーナメントになったし、本当にすごい、ライバル同士、これからもストーリーは続くのかなって思いました。初めて1日に2試合やって、結構体は疲れましたね。はい、でもすごい本当にこのベルトを取れてホッとしてます。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方どうぞ。トーナメントの内容の方を実際に振り返ってみていかがでしたでしょうか。はい、1回戦目も、決勝も本当に練習通り、作戦通り動けて、本当に練習は裏切らないなっていうのはすごく感じました。本当に4人ともレベルの高い選手だったと思うんですけど、はい、この4人でトーナメントを競い合えたってことは、その上で初代のベルトを取れたってことはやっぱり大きな誇りになっています。そうですね、本当にこの階級での世界のトップ選手が集まったトーナメントになったと思うんで、本当にトーナメント全選手のおかげで盛り上がったし、本当に自分がこのベルトを取らないとこの先がないと思ったんで、とにかく取ることを目標にしっかりこのベルトを巻いてリングを降り入れたことは本当に良かったです。今年はケーズフェスタでのヨセフィン戦の敗北から始まりましたけど、はい、改めてこの1年を振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、本当にヨセフィン選手に負けてから、このトーナメント、世界トーナメントまで、少し遠回りしてしまって、けど本当にそれのおかげでトーナメントも開催できたと思うし、本当にたくさんの人が応援してくれているおかげでこのトーナメントが実現して、本当に形としてチャンピオンになれたんで、はい、よかったですね。初の女子 K1 王者ということで、パイオニア的な存在になると思うんですけど、はい、そういった王者として今後どういった存在になっていきたいという理想像みたいなものはありますか。そうですね、やっぱり K1 に女子の階級ができたってことで、本当に世界中からこのベルトを奪いに来る選手もいるだろうし、日本人の女子の選手もこの舞台を目指してやってきてほしいんで、その先頭を切って自分が絶対王者として引っ張っていける存在になりたいです。それではカナ選手、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当に、昨日は会場でたくさんの応援ありがとうございました。そしてアメバ TV で応援してくれた人、本当にありがとうございました。ベルトを取って本当に会わなきゃいけない人がたくさんいたんで、これからたくさんの人に会ってありがとうって言いたいです。本当にありがとうございました。年末は忙しくなりそうですね。ありがとうございました。カナ選手でした。